次のトレーニングはやはりコーン2つを使って8の字にスラロームするトレーニングです。でこの種類は8の字でも3つ3パターンやります。まずは縦に2つコーンを置いたパターンで2種類です。1つは進行方向の頭が進行方向、視線が進行方向を向く8の字です。次のパターンは進行方向では関係なく前を向いたまんまスラロームする8の字、そしてコーンを横にずらして前を向いたままスラロームする8の字、この3パターンをやります。まずは縦に置く8の字をコーチに頭の位置を進行方向に向けて回ってもらいます。その後に頭の位置を前に限定して回ってもらう、この2つをやってもらいます。よし、足のインサイド、アウトサイド、足の裏、いろんなところを使うことになります。 OK、ストップ。今のようにインサイド、アウトサイド、足の裏、足のいろんなところを使います。そして次は視線を前に限定してやってもらいます。よし、行こう。はい、それでは視線を逆にしてもらいます。オッケー。このように視線を限定することによって体よりも後ろにボールを動かすことになります。そして後ろにコーンがありますのでコーンの位置を感じ取る必要があります。足の位置、足の動かし方だけではなくてボールのタッチする場所も変わります。股関節も横に動いたり縦に動いたり、広がり方にも種類があります。斜め後ろにも開きます、斜め前にも、いろんなところを使うトレーニングです。8の字は。それでは選手にやってもらいます。オッケー。そう、いろんなタッチを使ってターンも入った。オッケー。ボールタッチのリズムは細かくなります。オッケー、スピードの変化もあった。オッケー。おー、早く、早い早い、やれるようになったら早く、早い。オッケー、オッケー。おー、いいね。おー、いいね。うまい。はい、OK、ストップ。このようにグループでトレーニングをするとプレーにいろんな変化があります。他の選手よりも上手にやろうとしたり、他の選手がやってないことをやろうとしたり、グループトレーニングの中の特徴として競争ということを上手に使うことができます。
彼らの中でもっと早く、もっとうまく、もう一つまたいでやろうというような意識が、お互いにお互いを向上させていくことになります。それでは今度は進行方向、視線を限定してやってもらいます。向こう向いたまんま2周ね。OK。 OK。 OK。OK、ストップ。進行方向、視線が限定されることによって、股関節が後ろに、上下に開く条件が出来上がります。それと、足を斜め後ろに動かす。これは、前向きにプレーしているときにはありえないんですが、ディフェンスをするときに前から来る選手に対して、足を斜め後ろに動かしてディフェンスすることがあります。なのでサッカーの中で足をバックにステップするということはディフェンスの中でとても便利なステップになります。それでは次は視線を反対側に向けてもらって後ろからの映像を見てください。そう、股関節をいっぱい使って OK。OK。 OK。 さあ、触り方のリズムに変化もつけて、急がなくてもいいんだよ。OK。 うん、早い。さあ、リズムを変えて。おお、すごい。うん、うまい。うん。OK。それでは次はコーンを横に置いてやってもらいます。向こう。OK。OK。 Thank you。 股関節を開く。OK。 惜しい惜しい。はい、行こう。うん、早い。スピードの変化もつけるといい。惜しい。
うん、ちょっとストップ。今彼がやったようにミスがあります。トレーニングには必ずミスがあります。コーンを倒してしまう選手もいます。これを自分で直したり、直すタイミングもやりきってから直したり、途中でやりながら直したり、これは選手にとって実はとても大事なことです。ゲーム中というのはアクシデントの連続です。なのでミスをすることにいちいち反省をしている時間はありません。よくあることなのです。なので彼のようにミスをしても何気なくそのまま続けられるように日頃から習慣をつけていくことがとても大事だと思います。よし、続けよう。OK。 よし、 OK、 ストップ。それで同じことを逆向きで後ろから見てもらいます。OK。 OK。 OK。Okay. Hmm. Okay. 変化があった。さあ、次の変化の予定を組んでおこう。これをやったろう。うん、うまい。 OK。 うん、うまい。OK、 ストップ。いかがだったでしょうか。このように8の字でトレーニングをするということはものすごくいろんな細かいテクニックが集約されています。縦横そして視線限定、このことによって細かいタッチのトレーニングができます。